字で書いてるの分かんないよ、自画像。まあ、自画像ですよ。なんか、でも、大丈夫ですか？あ、はい。じゃあ、思ってることをこっちにするみたいな。はい、お願いします。感じで、開くらって言いますの、ね、で、はい、なんだろう。客観的に話すつもりは全然ないし、はい、なくて、僕は、なので、僕も好きになるんですけど、うん、いや、ひどかったな、という。うん、よかった。とてもひどかった。あ、言われでした。それは、なんだろうな。何がひどかったかっていうと、はいはい。いや、僕はこのテクストは、うん、僕はすごい大好き。あ、ありがとうございます。これは、ものすごい期待して、こんな素晴らしいテクストを聞いて、来たけど、だから、上限がひどかったんじゃないかな。で、要するに解釈がひどかった。あ、何がひどかったかって、一番端的には、はい、何そのさ、A comedy of doing as you like って書いてあってさ、この you の中にね、you は英訳だけ出てきてる you だけど、オーディエンスが含まれてると思ったの。だから、私たちも、自由に好きにやるぞっていう気持ちで、めっちゃ今日好きにやるぞっていう気持ちで来たら、客席あるじゃんみたいな。まずその客席あるっていうことに意味がよくわからず、で始まってみると一個パフォーマンスがあって、はい、次パフォーマンスがあって、でもっとパフォーマンスがありますよっていう、なんか本当にショーケースみたいな感じで、なんかこの中に出てくる言葉で言うと、そのなんだ、伝統的な、保守的な、やり方で続いていって、好きなことをやろうとしている3人の人たちを見てる私たちは、無力で好きにやってはならなくて、沈黙してじっとしていることを要求されているという感じ、うん、で、すごく、まあ、特に一番最初の、パフォーマンスはそうだけど、はい、すごく要求する、観客に要求する、うん、支配するタイプの、テクストに、なんだろうな、場所が違ってたでいるなら、面白かったと思うんだけど、最初の清水さんのパフォーマンス、それ自体はすごくパワフルなものだと思ったけれど、これの上演として僕は、なんかな、すれ違うっていうか、おっ、なんかハートルームの人たちが、なんか、寝たり、携帯とかで、なんか、好きなようにやるっていうことをやってるのが、とてもいいなとか思いつつ、でも、とても控えめで、でも、とても控えめであるのは、なんでかっていうと、控えめでいることしかできないようなやり方で、上演されてるっていうか、ちょっと、なんだろうな、動物園にいるのと同じ感じで、動物園で、すっごいこの猿たち自由に動いてるなけど、まあ檻にいるんだけど、でまあ自分はまあさっと見て終わるんだけどみたいな、そういう感じ。すごい僕コメントあるんだけれども、はいはい、まず萩原君に、つまり、あ、ちょっと待って、じゃあ個々のパフォーマンスのコメントします。じゃなくて、でも今主に萩原君なんですよかなと思っただけ。だから、うん、別に一個一個やっていこうって気は僕はなかったけど、うん、今の話ほら、僕はやっぱりあの作品に対する話を今の話にする前に、うん、僕はまあ今日の上映で初めて見たわけですよ、うん、あの事前には一切見てない。こんなことが、うん、あの僕はなんていうかな、これに対する感想を今で竹原君の話を聞きたいと思ったんだけど、うん、どうだろうか。まあ、ちょっと話を分けられると思うんだけど、はいはい、その、要するに3つ、その、まあ、3つって本当に分けられちゃうぐらい個々のパフォーマンスがあって、そうですね、あって、でもそれが、これはでも、その、1つの、この戯曲の上演、そして一つの機会になるから、うん、で、その、なんだろうな、何かが起きることは全て尊いと考える4の4のところ、はいはいはい、この何かが起きること、その何かっていうのが、この辺のこっち側だけなのか、それともこうなのかっていうことが、一番気になって、で、なぜこの形式を取ってるのか、なぜこの、でわざわざグランクラスで、で、ホワイトキューブですらない場所で、うん、この形式、こういう、なんていうかな、ある意味コンサバティブな
上演形式を取っているのかが、でそこは岸井さんのディレクションだと僕は理解しているかな。ディレクションじゃないよ。一応一切ね、なぜかというと、僕の場合スタンダードにあったらこうならないから。超レアなわけですよ、舞台ってのは。岸井さんがそうそう、だから逆に僕のお客さんから見たら、客席に座ってみるんだって、なんて、過激な、新しいことに挑戦してるんだって、去年から僕は、ちょっとその、つまり客を想像するっていうのは何かっていうことに、僕は8年ぐらい、つまり僕は、39歳まで、客というのは演劇において邪魔であるという定義だったんですね。プラト以降の伝統的な、客なんてもう本当に表面しか見ない無責任な連中であるみたいな、演劇の役割って全員参加者に主体化することだっていう立場で39までやってきたんだけど、だけど、演劇には本質的にこうオーディエンスというのが必要であるなというふうに39でやってきて、ちょっと観客というものが定義可能になり始めたというところの延長上で書かれている戯曲であるわけですよ。つまり、この曲を、この3人はすごく真面目に僕は読んでくれたはずだと思っていて、そのコメディっていうのは、僕の解釈だと、まあ、これつまり、先に戯曲ができちゃったというか、これはコメディを書いてるわけですけれども、コメディっていうのは見てるやつがいるってことですね。で、そこに、これを曲を読んで作ってみても、コンサバティブな客席のものを出してきたということなんだなと思いました。でも僕は、それは別に今、平倉さんが言ったようなね、つまりこの曲の上演としてワークショップとか、つまり、というのは全くそういうことあり得るだろうと思っていますし、素直に言えばそういうことは起きるだろうと思うんだけど、こうなったってことですね。こうなった。例えば、今回上演7つされているわけですけど、僕の解釈では。今は皆さん見たのに言ってたけど、例えば僕の中では、これ解釈は、そうそう、まずインスタレーションね。それから、絵画がこれを持って描かれていて、そこの絵は、藤代嘘さんっていう画家が、この記憶から描いたものなので、インスタレーションと一応区別しているわけです。これ自体としても、それの、上演である。話して。はい、どうぞ。僕は絵すごい素晴らしい。何が素晴らしいと思うかっていうと、まあ、すごい批評なわけだけど、なんかロスコフって言っていいか分かんないけど、こう、紙面で分けられてるところは、この戯曲が6つのパートからある、そのパートごとに分けてるんだけど、ああいうふうに絵にすることで、4番目のパートが、とても大きいっていうことが、まあ、見えるけど、で、それがすごいいいなと思って、で、4つ目のパートで書かれてるのは、生活の問題ですね。そうですね。で、生活と、生活を好きにやることと、生活と好きにやることは、時々ぶつかり合うみたいな。はい。ということを書いてますね。そのことは、すっごく、僕、まあ、個人的にもすごく、考えたい事柄だから、そこは考えたいと。で、そのことになんか、こう、いらっしゃるような絵だなと思ったんだけど、先に、じゃあ、なんか、萩原さんにだけコメントしたから、ちょっと全部一回言ったけれども、萩原さんの、でもどうかな、僕、作品それ自体も、皆さんあったので、なんかこう、批評とかクリティックとかいう名前が今ついてるけど、でも、なんだろう、自分一人で、こう、なんだろうな、生活もしてて、仕事もしてるっていう状態の中で、主観的だけどパブリックな場所で喋りたいと思ってるんだけど、なんだろうな。萩原さんの作品を僕が勘違いしてると思うけれども、僕の受け取った感覚は、萩原さんが、子供ができるということの不安を、子供ができてとっても不安だ、勝手に子供ができたということの不安を、母親に託し、かつ母親がその子供に喋らせるという形で託すという、何この私とか喋りまくるこの、胎児はとか思うんだけど、それはこの気持ち悪さは、要するに不安を、その自分の不安をここに押し込めて、それに語らせるこの、でしかもその不安に観客も巻き込もうとするみたいなことを、僕は拒絶したが、拒絶したのは僕が子供3人いるからで、で6歳、3歳、1歳。で子供育てていると、そんな風に、自分の恐れを子供に対してぶつけたら、育てられないし、で、自分がこう、なんだろうな、好きに生きることと、子供なんか生活することとみたいなことを、
やってらんないよなとか、なんかまあそういうすごく個人的な、うん、でも自分の性の問題をかなんか考えたいと思ってここに来てるから、うん、でそういう感じでこう、はい、思った。でもこれなんか上から言ってるわけじゃなくて自分の生活はこうだからこう思ったんですってことを聞きたいと思います。でその後アキットさんが、うん、で僕はアキットさんのはすごく苦しいけど素晴らしいと思って、何が素晴らしいかっていっぱい素晴らしかったけど、うん、僕たちネズミみたいだねって、あ、そうだね、はい、あれはなんかこの状況の気持ち悪さを、はい、すごい一言で、あ、この暗いところにいて向こうで何か起きてることを隠れて覗いてるよみたいなことを一言にまとめて、すっごいと思ったのと、あとなんかこの後床が2階があるとか、あとバーッと開けて靴並べたかな見てみようとか言って、で靴が確かに並べてるわけですね。で靴並べてあるっていうことはたくさん人が来た時にどうしても必要とされるエコノミーだけど、秩序を人を入れるためにもさ、みんなが好きなようにここ好きなような切り口だから靴も好きなところに置くぞとかやってるといつまでたっても客入れが終わらないから、うん、だけどなんかそのことの違和感みたいなものにこうパッて触れて、なんかそれでこう、あ、そう、あとさ、この曲はブルーって、あ、白い壁ですね、この曲はブルーって言うんですって言って、ブルーって言ったの、あ、すっごい批評だなって僕は思い、うん、つまりこれブランクラスは、そのいわゆるホワイトキューブじゃないけど、でも壁は白くて、うん、で、そういう形で、半分ホワイトキューブになってるんだけど、それをなんか、ブルーって曲で批評みたいな感じで。で、なんか、コンテクストの拾い方が、で、その気持ち悪いコンテクストを全部こう、口にして、でもなんか踊ることでこう変えていくみたいなことの、ことに感動したけど、一方で、それすごく閉じたダンスって、でもなんかそれ、この戯曲の中にもあることだと思ったけど、その、個人と集団の話があるじゃないですか。はいはい、5のとこで、個人では好きになれないから集団で好きになるっていう話があるけど、でも5の3では、個々の間に線がある、うん。あるいは生まれる、あるいは作ることから好きになることが始まるのではないか。うん、で、この個々はインディビジュアルと訳されてるけど、はい、個人と訳されてると、その、個々がね、なんか線とかで閉じることと、でもなんか集団、で、これ、ある種のなんかコミュニティについて言及する、こうなんか新しい生活っていうものをコミュニティの地にあるコミュニティっていうものを生み出そうとするような不可能な性理現という感じに読めるけど、そのことと個々人が好きにやることっていうのはどう折り合いつくのかっていうのはやっぱこれ見ても分かんなくて、アキドさんの見ながらも、あそこだよな、そこが分かんないよなとか思いながら、こうでそこ苦しいなとか思いながら見てたっていう感じで、いつもの米子さんのパフォーマンスはとっても美しかったけど、うん、その意味ではもうすごい一番徹底的に自分の好きな音をこう物たちと一緒に鳴らしているけれども、はい、こうこうやってドロンボードを吹くと、はい、その音はマイクで拾われてリピートされて重なっていくけど、ここにいる自分がこう音を立ててもマイクに拾われないだろうなとか思ったりとか、うん、で、そういう、でも、それも戯曲に書かれていることで、うん、好きにやるにはまず隠れることだっていう話があって、で、まさに隠れて好きにやってる。うん、でもその隠れて好きにやってる人をこうやって見てるっていうことってなんだろうみたいな。で、なんかもうだんだんこう、なんだろうな、こう、勝手にやればって気持ちになってくる、はい、で勝手にやればって感じで見られればいいんだろうなと思った。ああ、うん、まあでもそれはそれは最悪、そうさせないそうさせないっていう感じで、今回むしろこの状況こそが過激だっていうのはなんか聞いて分かってまして、そのことで僕もなんですかこういろいろイライラして考えたし、うん、っていう意味ではなんか、うん、面白いな。なんか、それでパブルームに関しては、あ、そう、あの、メキさんのインスタレーションも。あ、これはなんか、みんな、なんかぶつかったり、これにもうぶつかったりとかするたびになんかこう、ちょっとこう、はい、全部フラットになるし、なんちゃってみたいな感じで、常にね。それが、いいなと思いつつも、でも、なんだろうな、パブルームの、向こうの、特に向こうの部屋だけど、うん、
なんであんなパープルームパープルームってこう覆い尽くさなきゃいけないのかなって思って、でそれはなんかここブランクラスだけど、ブランクラスとパープルーム、まあある意味ではこう似てるインディペンデントがパープルでしたけど、ブランクラスをパープルームで一回塗り尽くさないとなんか始められないよみたいな感じにやってるような風に僕には感じ、息苦しさを感じて、それはでもまあ僕がブランクラスに頻繁にいるし、からブランクラスによくいるか人間として感じていることかもしれない。でもなんだろうな、こうやってなんか椅子とか前に並べてられる段階すごい疑問なんだけど、こうなっちゃうとこれはなんか同じ目線からの話じゃなくて、しかもなんか批評とか言われたらこういう評価みたいな話になっちゃうけど、そういうつもりは僕はなくて、僕は僕が生きてる部分的な視野と部分、僕のものでしかない生活の中からしか喋れないので、僕は隣の駅とかに住んでるからブラックラス近いから、ブラックラスの視野からパープルームを見て、パープルームこんなに貼ってある、なんでこんな風にしなきゃいけないかなっていう感じで見るって感じです。今すいません、全く、はい、いやというか、むしろ平倉さんに来てもらって本当に良かったと思いました。というのは、すごく取り澄ました話になるかと思っていたからです。まさにこういう話を僕はしたいし、で、僕今のに関しては全部逆方向の感想で、でも見てるものは全く一緒なので、その話をした方がいいと思う。つまり、完全に一観客だったんだと思います。で、まず、最初の作品に関して言うと、全く同感で、まず、つまり、で、良かったと思ってます。というのは、いや、もうあれ最悪の気持ち悪い、だから、今の話は僕、フェミニズム表現にクリシェだと思うんですよ。子供、男の演出家がね、その胎児にあって書いていて、これどう見ても自分の母親が、自分の嫁が妊娠したことに対する不安感とかの子供に託していて、一見子供の気持ちで語っているように見えて、お前は子供を抑圧差別してるじゃないか、みたいな風な感じの風に僕は見えました。で、でも僕それは言ってない。そうは言ってない。でも、そのようなクリシェの方に僕は見えた。で、僕は萩原君というキャリアを知っているので、これ明らかに萩原君って新しい挑戦なわけですよ。で、まあ、だから新しい挑戦である上にこうリサーチが足りなすぎですよね。つまり僕が思ったのには、これは明らかに脳っぽいことをやろうとしているわけだし、でしかもそれはもうっぽいだけであって、全くっぽくしない方がまだ良かったと思うし、それでなんていうかこう、つまりエナとか、なんかいくつか柳田国夫のテキストとか僕は思い浮かべたりするし、で、まあ最後に、こう、外ってこっちで行ってね、振り返ってマイクの方に向かっていくっていうふうに行った時に、ちょっと良かったので、きっとまあなんかこっちの方向で彼は何かを見出すんだろうなと思ったんだけれども、僕はそれっていうような感想の上で、しかしやっぱりやってもらって良かったなと思うのは、つまりこういうのって人前でやらないとよくならないから、上演の、だからこう、見てないので、順番は僕決めたけど、前回の好きになることのコメディは3本やってるんですけど、全部客席で移動してるわけですよ。で、ワークショップ的なこともあったわけね。で、そっちの方が、まあ、僕の記憶上のスタンダードで客席が動かないっていうのは、もうほぼ多分初めてだと思うんですよね。で、だけど、だからまあ話聞いてて、あ、これはつまり新しいことの挑戦をしたいってことは前座だなと僕は思ったんですよ。だから前座をやってくれて、で、まあ、期待通り失敗しているので、まあいいんじゃないかというふうに思います。つまり前座は失敗しないと面白くないから、僕にとってみれば。だから、つまり、僕は同感だけど、だから良かったんじゃないですかって思ってます。青い網は良かったですね。はい。僕、青い網。あれ、エナーだと、カラスネットみたいですね。うん、そうそう、カラスネットですよね。しかし、髪の毛良くなかったですよね。カラスネット良かったけど、髪で目隠すのはどうなんだろうって思って。あの体を使うことで。なんか、すごい凡庸なイメージだと思います。まあ、でも、そういうのは、まあでも、僕は言う必要なくて、演出家はそんなことは考えて、次にはこうなんか出して、あ、髪隠しててかっこいいんだみたいなことを出してくると僕は思うので、まあ次また見たいな、気持ちです。だから、なんていうかこう、戯曲が、まずなんかこう、戯曲の上演祭って僕何回かやったんですけれども、戯曲はプラットフォームになるっていうことが僕は発見だったんですよ。つまり、なんていうかその場所がプラットフォームになるとかじゃなくて、
あのだからこれ相互に何の関係もないし、うん、このこれら上映された者たちはね、うん、あのだから特徴としては自分だけじゃないですか、うん、だけどちゃんとこうお互いにこう同じようなプラットフォームにしてるから、うん、みんな会話するわけですよ。あ、そうです、ね、ここはこういうふうなところに気になったとかっていうふうな、だから、うん、あの僕劇作家っていうのはプラットフォームの製造者なんだなっていうふうに思ったので、うんうん、そういう意味でこういうイベントはやった方がいいと思っているんだけれども、そのアイディアすごい面白い。うん、で、いうふうに言ったときに、やっぱり、一人ぐらいは失敗してほしいと思います。あの、いや、あの、失敗っていうか、挑戦してほしいってことですよ。ただつまんなければいいって言いたいんじゃなくて、まあ、やっぱり、あの、まあ、この作家にとっての境地っていうのを、あの、彼、だから、民族系の、あの、これもともとその、つまり日本のアーティストの経過を心配してやっていたリサーチプロジェクトから生まれたものなので、あの、大元はね、でもまあ、それはもう作品だったら関係ないんですけど、あのまあ、なので、こう、すごく、なんか、あの、いくつか、こう、なんか、胎児から出てくるとかさ、舞踏とかでそのコンセプト聞いたことあるよとかさ、たくさんなんか日本のアーティストが、こう、やらかしちゃったものがたくさん頭に浮かぶわけですよ、僕は。うん、あれを見てるときに。でも、まあ、しかし、こう、多分、これ知らずにやってるなと思うので、またこの人は挑戦していくのだろうって。うん。僕は見ましたよ。うん、でだからまあ2番目に青きっと持ってきたのはまあ僕はまあ良かったけどまあしかしなんていうかもうちょっとやれたんじゃないかなと思うしあの平倉さんと同感であのつまりこういやあそこまでやだったらこう客席崩せばいいのに感じがしたのですげえ良かったなと思いませんでした僕は青きっとに関してはあの一部もちろん面白かったけどでもまあ普通にこうなんていうかな重めのものがあってそれこそまあお金トラジティがあってコメディがあってみたいなわかんないけど、まあ脳狂言脳みたいな構造になっている時の表現パートであるからピタッて見えているけれども、いや、君はもっとできるはずだって言ったので、ここに床があり、コンクリートがありとかっていうのも青木とのクリシェですよ、僕に言わせれば。はい。まあでもそれをだから、コンクリートって言ったら、まあそうですね、リサーチとかなんで、まあそれは、あの、ともかく、一回もあるよとかね。いや、あの、まあ、と思ったので、あの、つまり、最初の2社について言うと、多分、同じような感想を抱き、そして僕は肯定的だったんですね。あの、つまり、その同じような感想を抱いて、萩原君に関しては肯定的で、青木君に関しては否定的だったということです。あのつまりそのネズミとか言っているのが、だったらさ、みたいな。行こうぜ、俺たち、みたいな。行くならもう最初にみんな立ち上がってんだし、みたいな感じをしましたよ、いや、今考えてるのは、岸さんは今どこに立ってるんだろうって考えながら聞いてる。僕が知りたいですよね。プラットフォームの制作者ってどこに立ってるんですか？プラットフォームの制作者だから、はい、今の言葉はとっても強いんだけど、ああ、そうね。それで、こう、なんか今測りながら聞いてます。はい。わかんない。でも客、あ、その今もし平倉さんに言われなければこんなこと僕は言わなかったと思うんですよね。うん、平倉さんに言われたので、あ、でも言ってる方が面白い。あ、そうそう。だからお互い多分そうですよ。これは。はい、だから言いますけど、いやだからこの記憶の上演会っていう、あ、だからそうそう。好きなことコミュニティとか今日の上演会よりも記憶をプラットフォームにした上演会っていうものを僕はすごくやりたい。やっていきたい今後。で、それについて分かってほしいという主張です。だから今日の作品とかと関係なく、だから作者として聞いてほしいというよりも、あの、砂子さん。うん？ゆなこさん。55分で。なんかね、あの、まず美しかったのが、どう、もうこれでもう勝手にやってるわみたいな気持ちになったんですよね。あ、ここはね、ここはね、そうですよね。いや、なんか、それでなんか勝手に踊ったりとかできるような設定だったら、全然。いや、ほら、青木とみんなが立ち上がって踊ってればさ。うん。そうね、で、ほら、あの、梅津くんもさ、あそこで行ってさ、ほら、みんな立ち上がろうぜ、みたいな。俺も自画像描くぜ、みたいな。なんか、あれもすごい苦しげだったよ。もう、まだ続けてるし。梅津さんってそういうパフォーマンスのあり方なんだなと思って、なんか、こう戻ってきて、そこから見たりとかしてるし、ね。だからし、でもね、あの、安藤さん。うん、なんかその梅津さんを描いてる、うなごさんの点滅して荒井君がそれをこうツイートしてネットに流してるみたいな。そんなことないな。
僕、例えば今日彼が使った楽器類は、ほとんどインスタレーションで見たことがあって、彼はインスタレーションをよくやるんですよ。つまり今日の例えばここでカリカリって鳴ってるやつとかありましたよね。あれは彼、だから電子工作もこうするので、ああいうのを自作するっていうのが作業なんですけど、だからこうやってライブで見るの初めてなので、つまり、客席に座ってあれを見て面白いのかみたいな気持ちがずっとあって、つまりこれものとして見てこう、見てこうカリカリと結構楽しいんですけど、さっき言ったように踊れるしみたいな感じがあるんだけど、だから、こういうふうに演奏するのかみたいな感じだったのが一個あって、あと、なんかこう、最初の2つは、だから僕はなんか好きハラハラしてるんだけど、なんて優しい人なんだろうなと思って見ていたので、これもしょうもない感想ですね。最後、ヌナウグイに対して美しいっていうのも優しい人だなと思って。はい、そうか、でも、あと、でもちょっと、その個別な感想とは別に、だから今の平倉さんの言ったことは、好きにやるのコメディっていう曲の、はい、解釈として、みんなで好きにやるということについて書いているんだから、はい、だから好きにやることは、つまりただ座っていけるってことではなくて、はい、もちろんほら、みんな、超座ってみるのが好きな練習だったっていう可能性も、微動だにしたくないのがあるし、でも前にそれはぶつかったことがある壁なんですよ、うん、僕は演劇やってて、うん、みんな立ち上がろうぜって言ったって、うん、日本人は本当にこう主体的になると明動やっちゃうみたいなさ、うん、主体的になればなるほど影に隠れていこうとするみたいな、うん、こうエイトスを抱えているような人たちもあるから、なんか それがちょっと違うんじゃないかみたいなことで、うん、前悩んだことがあってですね、うん、いや、うん、好きにやってるんだと思うんですよ。今日も僕も好きに座っていたし、はい、で、なんかさっきのその青木とはもっと拡大していいんじゃないかって話も僕はやっぱり違和感あって、うん、青木なりに別にそれはしたくないなって感じだったかなっていうふうに僕は思ったし、うん、なんだろうな、なんだろうな。だんだんこれで良かった気がしてきた。そんなことない。最初にだって最低だみたいな。俺は最高だって言って、ヘラカス最高だって、すげえいいオープニングだったじゃないですか。うん。まあ、とりあえず、口にしたかった。ああ、それをね。うん。口にすると自分好きになったから、なんかある程度好きになった。ああ、なるほどね。そうか。ありました。いや、でも、結構、でもすごい大事なことっていうか、大事なことだけ書かれているようなテキストじゃないですか、これが。ありがとうございます。そう。それで、今度の中では、久しぶりにいい曲を書けたと思って、代表作のコーナーに入れようと思ったんだけど、評価が決まってないから、代表作って言わない方がいいんじゃないかって、周りに止められているんですが。まあ、だから、椅子に座ってることも好きでやってるんじゃないかとか、うん、そんなに動きたくないとか思ったら動かなければいいとか、うん、そういうことも全部書かれてて、はいはい、うん。あ、はい、うん。まあ、だから、なんかこうやって話す時間があることで初めて僕にとっては、なんか、少し開かれる。そうですね。ちょっと見ながら思ったこと、ごめんなさい。もう多分まとめなきゃいけないんだけど、全然関係ないですけど、はい、やっぱりだからこう、まあ要するに、もともとこれなんかアーティストの話を考えてて、自由に表現することについての戯曲みたいなのを書いてたら、それをブランカラスでこう発表したら、でもこれ恋愛の話に当てはまれますよねって言われたんです。その自由に表現することについてのいろいろを整理した曲っていうのを書いたら、お客さんから、で、自由に表現すると全部恋愛って言うから、従前に表現されていれば当てはまっちゃうし、やるなんだなと思う。すごい、こう、僕はすげえ辛い、好きになるのとても大変だっていうことを、これは書きながら僕は思っていたんだなっていうふうに思ったんですね。好きなんてやってらんねえよみたいな。感じを書いたテキストだと僕は思っていて、で、平倉さんが今、これ好きにやることについて書いてるんだから好きにやるんじゃないみたいなこと言われたときに、ちょっとなんか、そういう上演ももちろん。いや、その恋愛っていうのすごい取り憑かれたと思うけど、うん、要するに、私が好きにやることと、はい、じゃあ、そこにいる、
その近くにいる人はどうなるのかって話だった。要するになんか自分はこの人めっちゃ好きだから、この人のなんか髪の毛めっちゃ好きだから髪の毛とりあえず噛みたいみたいなってやった時に、本当どうなるのみたいな。みたいな。セクハラだみたいな。うん、なんかセクハラでもなく単に僕は髪の毛つけたいんだ。いや、はい、だからこの技術の中 の, そのインディビジュアルが好きにやることから、じゃあそのそうかグループで好きにやることっていう、そのなんか存在ってすごい大きくて、グループとか。そういう意味で言ったらさ、僕ちょっとやっぱキャスティングは責任があって、うん、全員ソロパフォーマンスを並べちゃったのは、技術の順位良くなかったかも。つまり、何人かいるグループが混ざると、ちょっと違う可能性がありますね。つまり1人とお客さんみたいなことになっちゃってるから、うん、なんかそのまさに髪触っていいのみたいな話ばっかりだったような気が今日。まあでも萩原さんと清水さんはちょっとあったよね。でもやっぱり人投影みたいな感じを、まあでもそうですね。そうです。なんとそのセリフずれていくときに、うん、清水さんのセリフと萩原さんが出してくるのがずれるときに、うん、はい、占領とか、ね、出てきて、なんか一番僕にとって一番すごい抽象的な感じでずれるあり方とかを、そこはなんかね、面白かったんですけど、うん、だからパーツパーツ面白いとかっていうと企画絶対として疑問だっていう話です。いや、どうかな、なんだろうな、すごいもうマックス期待値で来てるから。僕だけじゃない。いや、わかりますよね。あの、いや、うん、そうですよね。あの、はい、なんか、いや、こう、なんかさ、上演とかさ、したくなくなるわけですよ。いや、ほら、いい曲書くのはできるわけですよ。で、それさ、上演さえしなきゃいいんだなと思うんだけどさ、もうなんかそこには絶対行かないって、どっかでこう、諸先輩方を見ていて、超かっこよく上演をやめていらっしゃる先輩方をたくさん僕は知っているので。あ、これを書いて上演しないみたいな。そうそうそう、だって、あれじゃん。俺書いてネットに発表して、俺は一切上演ビートしませんよってあれだし、途中も何回も、うん、いや、上演しない方がコンセプト通りだろうみたいな気持ちになるんだけど、何かおかしい気がするので、ちょっとそれは引き続き考えます。なんか、うん。あの、でも、なんかあと、うん、そうですね。あ、まあ、あの、それは、そう思った。そうですよね。ちょっとそのギャップを埋めることはもちろん、あの、ギャップがないとはもちろん全然思ってなくて、うん、それは戯曲の方がいいっていう、いいよってもう思ってます。ひどい話だけど、書いてる人間として。岸井さん、そういうひどさを隠さないのはすごい素敵だと思います。あ、そうですか。いや、平倉タイプだからでしょ、それは。だって、そう考えた。いや、でも、そう、でも、いや、でもみんなね、書いた人間だからさ、どこを撮ってるか逆にすごく細かくわかるんですよ。ああ。この動きはここから来てるんだって。なんかこれは2の2に答えてる。ここのロジックの困難さを、に、回答して、ここでこっち向いてると僕わかるんですよ。そうするとね、すまんとか、あ、すげえとか思うんですよ、いちいち。それね、すごい充実した顔でこう。そう。俺はね、でもそんなことな、お客さんと関係なくちゃな、みたいな。でもほら、あの、うん、だから、そういう劇の見方もするから、いや、もちろんそうですよね。能とかオペラの歌舞伎とかさ、見るわけじゃないですか。だから、あの、僕は、観客みんなでテクスト読み込んで、ね、いや、そう、シェイクスピアとか押さえて僕見てきたから、うん、まあ、というのもありつつ、でもそっちのもなんか卑怯な気がしてきて、うん、いて、だから、始まる前に1時間くらい、こう、散々臨読会とかやった上で上映とか見るとまた違うと思うんだけど、うん、それはありだと思う。ねえ、ありなんです。まあ、一度やってみたいですね。うん、みんなで読書会やって、多分皆さん、あの、今日見てると、あの、青木とか終わったあたりで、うん、え、何これ、記憶あるみたいな感じがざわざわって、逆に広がっていて、そこから読んで、今、どのシーンやってるんだろうみたいな、あ、そういう、そうか、でも最初に僕、3つ近くにやりますって言ったよな、みたいな。うん、でも、だから、もうちょっと、こう、状況説明が最初に必要だったかとか、は思います。まあ、はい。でも、あの、多分、アラン君が、あの、10時を過ぎたこと言えなくなってるんだよ。ああ、以上家とか指示を受けた。55分行った。55分行きました。あ、今5分です。あ、じゃあ、ちょっと、まず、一旦、もうまだ石川さん大丈夫ですか？もう帰る。あ、僕は家近いから、ね。いや、でもほら、お子さんのお迎えとか、好きにやるので生活のこう、ギャップみたいな。そうですよ、僕。だから、午前中は保育園で子供たちの、はい。芝居を見たの。それで、ミュージカルです。それで来て、生活を好きでやるわけ。妻の仕事だった感じ。そしたら俺、なんでここで見てなきゃいけないんだよ、みたいな。あ、そうね。なんかね、いろいろ、こう、声が上がってる状態で、こう、あ、ね、飲み込んで。はい。
すごい、あ、なんか、うん、でも、やってよかったです、本当に。はい。ちょっとブラックラスは、なんていうか、終電まで伝統的にやってるので、よかったと思ってください。はい。じゃあ、とりあえずトークとして、イベントしたらここでしたけど、どうもありがとうございました。ありがとうございました。